I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Hello everyone, this is a continuation of JoJo's Bizarre Adventures. After this part, I might just start leveling up because I think this is the last JoJo character that we'll get. ジョジョの奇妙な冒険、アイズオブヘブン。奇妙な冒険が始まるぞ。行きたまえ。ここはストーリーモードじゃ。わかった。ジョジョリオン、現代の日本 S 市もみじく森王町、突如町の中に現れた壁の目と呼ばれる隆起物付近で、肩に星形のあざを持つ謎の青年が地面の下から発見された。彼は記憶をすべて失っており、自分の名前すらも覚えていなかった。東方丈介と名付けられた彼は、素性が判明するまで後見人の家に住むことを許されたのだった。これは呪いを解く物語。呪いは解かなくてはならない。ここは人ん家の庭か。どこかとんでもねえ場所に飛ばされると思ったがよ、日本の家だよな。
あれ、ジョスターさん、いねえぞ。どこか別の場所に行っちまったのか。お、ジョースケ、てめえ。俺を出し抜いたつもりでいい気になってんじゃねえだろうな。俺に勝ったとか思ってんのならぶっ殺すぞ。何のことを言っているのかわからない。カツアゲロードのことを言ってんだよ。なんだかわからねえがてめえ、トラブルを切り抜けやがってよ。ずるい手を使いやがったんだ。そうだろう。平然としやがって気に入らねえ。おい、上司、なんだあれは。話をそらしてんじゃねえぜ。いいから見ろ、こっちに来る。なんだこれ。ジョシュ、うひぃ、助けて。なんだこれは。何が起こってる。ありゃなんかやばいぜ。誰だ。これはお前の仕業か。ソフト&ウェット。スタンド使いか、おめえ。俺は敵じゃねえぜ。聖なる遺体を集めるためにここへ来ただけだ。つっても通じねえよな。なんて言えばいいんだ。何？聖なる遺体だって？通じるのかよ。遺体のことはカツアゲロードのじいさんから聞かされたばかりだ。てめえ、気に入らねえんだよ。上主、どんちで我が物顔に振る舞いやがってよ。てめえをぶっ殺してやる。こいつ、やはりスタンド使い。奥安やシネチーの時と同じだ。
今までよくわからねえまま分かったような気になってたが、異変を引き起こしてるのはさっきのモヤかよ。詳しい話は後でするからよ、まずはあいつをおとなしくさせるぜ。奴の能力は何だ？わからない。俺も初めて見る。オープンザゲーム！逃がさねえぜ！おお！死ぬと終われる！よけく！
こいつ上州のやつ。よし、こうなったらこっちのもんだぜ。見よう見まねだが、遺体を使って。上州、正気に戻ったか。何かんたれてんだてめえ、ぶちのめされてえのか。何をする？え？まだ戻ってないようだから殴ったんだけど。ああ。それもそうだな。もう一回光を浴びせとくか。それが聖なる遺体。あんたの話を聞かせてくれ。つうわけなんだよ。信じられそうにない、突拍子のない話のように思う。だが聖なる遺体は俺自身のことを知る重要な手がかりだ。わかった。一緒に行こう。よろしく頼むぜ。ん？この家、他にも家族がいるのか？ああ、でも今は誰もいない。俺と上州以外はみんな外出してるはずだ。どうした？いや、さっきそこの物陰に誰かいたような気がしたからよ。何？てめえは！東方丈介、この世界でお前に出会うとは不愉快極まりない。やかましい！てめえ、
こんなところに出てきやがるとは。キラヨシカゲ。なんだって。まったく。つくづく因縁というものを感じるよ。な、え、キラヨシカゲが二人だと。二人？何のことだ。この世界は私たちの森王朝に似て過ごしやすそうなところだと思ったが、よもやお前がやってくるとはな。異変のせいだがなんだか知らねえがよ、しれっと二人になって生き返ってんじゃねえぞこら。確認するぞ。オープンザゲーム。なんであの子に行くと。なんで。ヘアスタイルだな。けなすやつは許さねえ。死ぬ子を奪える。やった。これでこ。
確認するぞ。オープンだけやんでやろう、石の玉が来るぞ。私も消えるのだぞ。勝つのは俺だ。空気の石を。やりにくいぜ。行くぜ。こっちだ。消えた山の。一旦おめえを直せばよ。どら。どら。これで全然卑怯じゃねえわけだな。やるな。行くぜ！空気発射！お前が死ぬと私も消えるのだぞ。逃がさんぞ！トフトフトフト防御していく展開は。うわっ！しまった！逃がさんぞ！フック！死にゃあ！頭の中を整理すっからよ。クレイジーダイヤモンド。相変わらず気に食わん能力だ。だが
いずれ必ず吹き飛ばしてやるぞ。二人まとめてな。待ちやがれ！てめえらも聖なる遺体を探してんのか。遺体などはどうでもいい。なんだと？じゃあ何しにこの時代に来たっつんだよ。私たちの望みは平穏な生活、ただのそれだけだ。ふざけたこと言ってんじゃねえ！殺人が趣味のくせによ！お前たちは嫌いを仕掛けなのか。ああそうだ、もっともそちらの望む嫌いを仕掛けではないがな。何？おい、ジョースケ。何が起きたんだよ。記憶がね、飛んじまってる。俺もよくわからない。大丈夫か？顔色が悪いぞ。あれ、なんだっけ、俺どうしたんだっけ。お、共鳴がよ。この近くに聖なる遺体があるんだな。俺の仲間たちも遺体の部位をいくつか持ってる。いや、ひょっとしたらもうすでに全部揃えたところかもしれねえな。よし、じゃあ俺をあんたの世界へ連れて行ってくれ。何？なんだ？お前らどこに行くんだ？
ょっとして安穂のところか。俺も行くぞ。俺も連れてけ。おめえも来るの。当たり前だ。抜け駆けはさせねえぞ。キライヨシカゲと聖なる遺体か。俺のことを知る手がかりがつかめるかもしれない。奇妙な冒険が始まるぞ。 This is just my guess. I mean, either have to beat the story mode or have to wait until all the characters are together. Not sure. I'll find out next time.